を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。レディゴー！キラキラキラに光る夢のかけら探そう。願いを叶えてゆくコツは勇気。Yes！ 熱いツインクルハート。何も聞かないけど。しょげてるとめちゃめちゃ寂しい。そんな時青空を見て元気の魔法をもらってみない信じよう。メチメチマジカル勇気こそジュエル。みんなハートに持ってる宝石。マチマチマジです。素晴らしいリアル。呼んでみよう笑顔パワー。確かにキラキラキラリ光るイケてる恋探そう。奇跡を起こすためのコツは本気。 Yes！ やっぱチンクハート。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。どこ行っちゃったのルビー。どこだリンコ君。国家機密だの。聞こえたら返事をするんだ。爽やか。ねえ、なぜにこんな目に。結構楽しいっす。はーい、あたしルビー。今日のルビーはめっちゃハッピー。なぜかって、それはちょっと前に戻ります。やった、ヒロシより 0.5 センチ高い。俺の方がお兄ちゃんだ。体重は僕のが 0.5 キロ重いもん。だから僕のがお兄ちゃん。俺がお兄ちゃんだ。僕の方がお兄ちゃんだってば。はい、そこまで。ったく毎日こうなんだから。双子なんだからお兄ちゃんなんて決めなくていいじゃない。よくない。え、お兄ちゃんの方がかっこいいじゃないか。だから俺がヒロシのお兄ちゃん。僕が哲也のお兄ちゃんだって。よし、じゃあどっちがお兄ちゃんか決めてあげるよ。ほんと？どうやって決めよっかな。かけっこ、かくれんぼ、それからも。失礼、こちらだと伺ったので。あれお兄ちゃんにしたら。やだ。やっぱりね。何の話だ。豆たきなんのよ。縦は聞いた。これを見てくれ。宝ヶ関動物園。そうだ、市民に親しまれている憩いの場。それがだな。ジャーゲル。どうやら原因はジュエルチャームらしい。これが衛星からの映像だ。拡大ドン。さらに倍。向こうから出てきてくれるなんて、さすが退屈が嫌いでじっとしていられない宝石。冒険のトールね。一刻も早い回収を。ねえトールって、あんたの何。おい、あのねルビーの。ダメダメダメ、もう私の好きな人なんて言っちゃダメだから。え、好きな人。話を聞きたまえ。もうしょうがないな。じゃあ特別に聞かせてあげる。
私がトール様と出会ったのは。ヨードは遅刻遅刻。もう危ないじゃない。失礼、怪我はないかい？はい。どうぞ、おてんばレディ。ドールってあのお坊ちゃま？由緒正しい大貴族よ。庶民のルビーとは世界が違うわよ。やめときなさい。だって出会っちゃったの。この思いもう誰にも止められないの。わかるっしょ。トール様に拾ってもらったこのパン、私一生大事にする。寝る時も一緒、お風呂も一緒なんだから。もうやだ。はびるわよ。じゃあ告白するの？そんな恥ずかしい。ほら、私内気だからさ。何言ってるの。勇気の魔法があなたの取り柄でしょ。そっか、勇気の魔法を自分にかければいいのよね。プルプルプリズムジュエリズムルビージュエルフラッシュ。トール様。ダメだこりゃ。というわけ、あのあとみんなで壊れたロッカー直したのよね。そうそう。ルビーに好きな人がいたなんて初めて聞いた。こうしちゃいられないわ。トール様をお迎えに行かなくちゃ。グズグズしない豆たき。立て脇だってお前に催促される道理は。待ってよルビー、どっちがお兄ちゃんか決めてくれる約束だったじゃないか。あ、だったら先にトール様を見つけた方がお兄ちゃんでどうだ。よし勝負だヒロシ、負けないもん。うん。ルビーがいつもと違う。恋する乙女のパワーだね。リンコにはまだわからないかな。うん、私だっていつか白馬に乗った王子様が。ふになるために、僕がお兄ちゃんになるために。なんかワクワクしてきた。もう暇だし。国家機密は私が守る。目的バラバラなんですけど。ここがダイアナ様が言ってた今回のターゲットですね。魔法をかけなくてもこんなになっちゃうことあるんだ。ふん、今日こそいただいてみせるわよ。ラジャーミント様。トール様、トール様。それにしてもすっごいジャングル。トール様のお力よ。冒険とスリルが大好きだったもん。何があるかわからない。いいか、全員私から離れ。あら、立脇さんは？さては怖くて逃げたな。たく豆たきってば。立脇だ。嫌な予感がするな。ヒロシ、お前怖いんだろ？哲也こそ震えてるじゃないか。
バッキャロ、なわけねえだろ。どうしたの、ルビー。トール様に会えるって言うのに、私全然おしゃれしてない。十分可愛いって。ダメダメ、全然ダメよ。顔です。今日こそは宝石を手に入れてみせますです。それダイアナ様じゃないですよ。なんだ、脅かすんじゃないよ。おいしそう。ちょ、およしや、おじさん、食べるより売っちゃった方がいいお金になるわ。あれに乗るんだよ。ここまでおいでな。ミント様。私に気づかず行ってしまったんだ。怖かったら帰っていいんだぞ、ヒロシ。今から一人で帰るのも怖いって。弱虫だな、ヒロシ。怖くないよ。やっぱり怖いよ、哲也。哲也、お兄ちゃんって呼ぶなら助けてやってもいいけど。やだ、僕がお兄ちゃんだもん。あれは、ん？ジュエルチャームだ。俺が先だ、僕が先だってば。お哲也。ヒロシ、お兄ちゃんだから、僕がお兄ちゃんだから、哲也のこと絶対助けるんだもん。
離せよヒロシ。いやだ、僕はお兄ちゃんなんだから。このままじゃ二人ともヤバいって。どっちがお兄ちゃんなんて言ってる場合じゃ。俺なんかほっとけって。そんなに俺がお兄ちゃんになるのが嫌なのかよ。哲也がお兄ちゃんになるの嫌だけど、哲也がいなくなるのはもっと嫌だ。ヒロシ、俺だってヒロシがいなくなるの嫌だ。言ってたジュエルチャーム、一緒に見つけちゃったね。哲也、ヒロシ、あ、よくやった二人とも。ルビー、うん、トール様、トール様で、どっちが先に見つけたの。いいよ、哲也がお兄ちゃんで、ヒロシほっとしたらどっちでもよくなっちゃった。よくね、一緒に手に入れたんだから、お前だってお兄ちゃんになれるだろ。哲也がお兄ちゃんでいいって、ヒロシがお兄ちゃんだ。どっちでもいいんじゃない、双子だしさ。お、なんかめでたしめでたしって感じ。すぐに元の姿に戻してあげますね、トール様。見つけた。うわ、人呼んでセクシー&ゴージャス、怪盗ミントと、その左腕にしてぷよこはナンバーワンギャール青じさんと、その右足にして究極のキモカワメーン政治貧乏暇なし金なし犯罪歴なし怪盗ハーブ団ただいま参上。確定申告はお早めに。また出たな、あんたたちにトール様を渡さない。それはどうかしら。くらえ、野生の王国を生き抜いたワイルドパワー。うしゃしゃう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 しゃ、仕上げにドア。ルビーな、どうだい、思い知ったかい。早く宝石をお渡し。よくもよくもトール様のためのおしゃれを台無しにしてくれたわね。ルビー、大丈夫？遅い。プリプリプルリンプリリズム、オープンジュエルハート。
だった？おてんばレディ。お久しぶりです、トール様。どうだい、このジャングル楽しんでくれたかい？最高です、トール様。ただちょっとやりすぎて少年たちを危険な目に遭わせてしまった。すまない。ううん、助けてくれてありがとう。君たちの勇気と冒険、スリル、そしてお互いを思いやる心、久しぶりに感動させてもらったよ。お詫びに魔法をプレゼントしよう。こいつったらチャームに戻る。かっこいい、素敵。ミント様、私はチャームが欲しかったのに。こうなったらみんなまとめて焼き豚にしてやる。少年たちよ、さあ冒険のクライマックスだ。うん、プルプルプリズムジュエリズム、トルマリンジュエルフラッシュ。行くぞヒロシ。オッケー、テツヤ。ツインズダブルキック。これからよろしく、ジェントル、レディ、そして少年たち。よろしく。少年たち、僕のことを兄さんと思って仲良くしてくれたまえ。はい、トロお兄ちゃん。めでたしめでたしだね。あれ、ルビー、出てきなさいよ。だって恥ずかしい。大丈夫よ、ほら勇気を出して。勇気、そうだよね、プルプルプリズムジュエリズム、ここじゃダメ。ルビー、ジュエルフラッシュ。空のブローチ数えながら歩こうよ、悩みも夢とかもみんな分け合いながら、ありがとうなんて言葉言えない、めっちゃ照れるから、仲間がそばにいるから、元気なのに、めげてた気分少し消えたよっていうか不思議、楽しさ分け合うと増えてく、広がってゆく、ランランラン、笑顔のループ一人は神経が抜群で、しかも優しくてクールで紳士でかっこよくてパーフェクトな男の子なの。もう大好き。私の愛は永遠ですから。来週は誰かな、ちょっと見ちゃう。私の名前は立脇警部、内閣総理大臣首席秘書官を務める若きエリートだ。そんな私の目下の任務は国家機密を守ること。ジュエルペット国家機密なのだ。縦書き、アイス終わった。お前いい加減にしろ。次回ジュエルペットはいけいけ内閣総理大臣首席秘書官立脇警護だよ。ジュエルペットは可愛いぞ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Team.